サンドウィッチマンは、グレープカンパニーに所属する、伊達美希夫と、富澤武史からなる日本のお笑いコンビ、司会者。1998年9月コンビ結成。愛称及び略称は、サンド。M-1 グランプリ2007王者、キングオブコント2 0 9準優勝。宮城藩大使、東北楽天ゴールデンイーグルス、応援大使。 ベガルタ仙台市民講演会名誉会員、吉久福親善大使、宮城ラグビー親善大使、松島町観光親善大使、伊達美美、PR 大使、伊達なふるさと大使。ネタによっては、伊達が即興的なボケを入れたり、富沢が突っ込みに回ったりすることもある。二人は、仙台商業高等学校の同級生で、同校のラグビー部で知り合う。高校卒業後、 伊ては、福祉系の専門学校へ進学するも3ヶ月で、中退。父親の圧戦で、福祉関連の会社に就職し、会社員として生活していく意向だった。一方でお笑い芸人を志していた富澤は、就職して、正社員になると芸人を目指しにくくなるという理由で、アルバイトを続けていた。1995年に創立された。 吉本工業仙台事務所への所属を目標に定めた、富沢は伊達を誘うも断られ、小学生、中学生時代からの別の友人と、コンビ、ゆやゆよんを結成。アマチュア活動をしていたものの、所属以前に仙台吉本は撤退した。当初から伊達とのコンビ結成を熱望していた富沢は、すでに福祉関係の仕事についていた伊達を3年間に、渡って口説き続けた。 最終的にだけは、祖父の死をきっかけに、限りある人生、どうせなら好きなことをやらないとと悟り、会社を辞める決意をする。1998年9月にコンビ結成。同年に上京し、コンビ名を親不幸とする。この時は先に上京していた、芸人仲間と同じホリプロ預かりとなるが、後にフリーになるとともに、コンビ名を千と拳へ改名。 同時期に一度だけ、バイキングというコンビ名で舞台に出たが、その際に他の芸人に同じ芸名のコンビがあると言われたことで元に戻した。その後、24歳の時に、ホリプロでの同期だった浜田つとむを入れて、トリオ、サンドウィッチマンを結成する。この時は浜田がツッコミで、富澤伊達は共にボケだった。わずか1年で、 浜田は脱退するが、元のコンビ名には戻さず現在に至る。このように、ホリプロや HR 事務局に所属していた者の,のお笑いに、理解のないマネージャーなどから、ネタの中身について注意されることを嫌い、自由にネタをできる事務所を探した結果フラットファイブへ、所属することになる。ライブには出演していたが、キー局でのテレビ出演がないままと市付きは流れる。 この頃富澤は、自ら伊てを、お笑いの世界に誘いながら、一向に結果が出ないことに追い目を感じ、コンビ解散や自殺まで考えていた。気がつけば30歳になっていた二人は2005年を、勝負の年と決め、アルバイトを減らして片っ端からライブに出演していく。そんな中でついにその実力が、テレビ関係者の目に留まり、エンタの神様への出演が決定する。 2005年5月28日、エンタの神様に初登場。披露したネタは、ピザのデリバリーだった。収録の際、あまりにも受けすぎたため観客の笑い声が2人のピンマイクにも入ってしまい、撮り直しのために同じネタをもう一度披露するという前代未聞の出来事が起きた。以降は、知名度が上がり、同番組には定期的に出演するようになる。 2006年5月13日2007年9月24日、新宿シアターモリエール2006年7月22日、仙台141にて単独ライブを開催、満員御礼となった。また、10月27日には二人の母校である仙台商業高等学校の文化祭、戦勝祭に出演した。交通費代込みで10万円という破格の出演料だった。 2007年12月23日、M-1 グランプリ2007において、大会史上初となる、敗者復活枠からの優勝を果たす。これがコンビとしての大きな転機となる。2008年1月26日、伊藤洋華道線大選県で、サンドウィッチマンのラジオやらせろ、の公開収録を行った。村井義弘宮城県知事から、宮城夢大使を移植され、泉区長から、 区長賞を授与された。2009年5月11日、伊達がフリーアナウンサーの熊谷舞子と結婚することを自身のブログで公表、7月11日に挙式、入籍した。また、同年6月8日、富沢が年下の一般人女性と2009年4月2日に入籍していたことを所属事務所を通じて公表した。 キングオブコント2009では M-1 との2巻を目指し、初出場にして決勝進出。ファーストラウンドは2位以下に大差をつけて、首位で折り返すものの、結果は東京03に逆転されて、準優勝となった。翌年以降は出場していない。M-1 優勝後にキングオブコントへ出場し、決勝進出を果たした、最初のコンビとなっている。 それ以降2021年までの12年間はサンドウィッチマンのみであった。2009年夏から秋にかけて初の全国ツアーを開催。以後も毎年開催され、コンビの活動の柱となっている。2010年7月1日、約5年間所属したフラットファイブを退社し、担当マネージャーと共にグレープカンパニーを立ち上げた。 同時にフラットファイブの所属だったほとんどの芸人たちもグレープカンパニーへ移籍した。これはフラットファイブの社長兼夫婦芸人であるホーロッコがサンドウィッチマンの M-1 優勝に触発されて漫才業を再開したことを理由とする円満移籍である。2011年3月宮城県気仙沼市の漁港にてサンドのぼんやりヌ TV のロケの最中に 東日本大震災が発生し被災したが、すぐに、スタッフ、出演者が、全員無事であることを、ブログで報告。2012年から、中川や、ナイツと共に3組で、漫才サミットと称する合同ライブを定期的に、開催、各コンビが持ち回りで主催する形で全国を、巡っている。2016年、ケヤキザカ46の冠無理番組である。 ケアビンゴーの MC に就任。2017年は全国ツアーの一環として地震初の海外公演となる結成20周年目記念ドンドン特別公演を開催。チケットが即日完売となる。2018年日経エンタテインメント発表の好きな芸人ランキングで調査開始以来14回連続でトップに君臨していたアカシアさんまを抜き、 一位に踊り出た。2019年、日本とスペインを拠点に活動するピアニスト、川上峰とのコラボレーションで、初のスペイン公演を行った。単独ライブ M-1 グランプリサンドウィッチマンの、エンタネタ東北魂 TV サンドウィッチマンの、ご当地アイドル発掘団全部嘘その他、サンドウィッチマン&、大川直花は作プロジェクトモンキーマジック。 サンドウィッチマン水森香織一万三木お富沢岳史テレビラジオテレビラジオネット配信コンビとしての名義のミキサイありがとうございます